きょうから7月です、はい、7月は年間で最も雨の多くて、そして気圧が低くて、湿度の高い。うんはい 季節なんですよね。まさに梅雨ですね。まさに梅雨空なんですが、はい、明日の予報、週末の予報を詳しくお伝えします。うん、まずは皆さんからいただいた花鳥風月なんですが、はい、まあ雨の中でもあの初夏のなんて言いますかね、えー、季節の頼り届いております。こんな風に百合が綺麗に咲いてます。はいなんかまた雫もちょっといい感じですね。似合いますね、はい、雨の花なんでしょうね、百合って。はい、そして雲の巣についた水滴。<ご> <laughs> こういうのもまたね。 見つけるってところがなかなかすごいですね。あのソラネットのヘビーユーザーの方本当にありがとうございます。そして今日会津若松市少し晴れてきたと思ったらハロが見えました。やっぱり上空の湿気も多いのでこういうふうにあの太陽の周りのリングができやすいんですよね。さあそして今日は何と言ってもフルーツのニュースがたくさん入ってきてます。え先ほど初姫のね競りの様子出てましたけれども梅の収穫これたくさんありますね。たくさんありますね。そして 桃。はい、いい色だ。たわわとんになっております。はい、そして。葡萄ですよ。桃と美味しそう。金子さんね、あの桃とかさくらんぼが大人気ですが。はい、私は福島結構葡萄が美味しい,と思います。とそうですか。えー、ぜひあの、じ、ご実家に送っていただければ、はい、というふうに思います。さあ、今のはおすすめなんですけども、ちょっと怖いものがですね。うんえー、出現いたしました。視聴者の方の。驚きの映像です。今朝撮影です。こちらご覧ください。 天村をこう走っていたら、急に前から何かが来ます、はい、あ熊が来た、<え>引かれちゃった、さあ、もう一回見てみましょうか、分かります、えー、右の方から急に熊がすごいスピードで走り出してきた、はい、それで車に引かれてしまうんです、<ー>金子さん、心配ですよね、いやそうですねこ小熊ですか、どうなのかじゃあ、この後どうなったのか、バックモニターに映っておりましたので、はい、えご覧ください。 バックモニターを見ると、これはバックモニターって逆になってますか。はい、ミラーのようになってるんで、注目ですよ。うん、ほら引かれちゃった。<ー>でも。ああ、よかった。強いですよね、雲って。そうですね。ただ、このですね、ツイッターで投稿していただいた方、はい、こちらでございます。<ー>車の修理代が痛い。あ、結構車にも衝撃があった、ね。衝撃があった。クマさんは元気だったんだけども、<ー>車が、あのー、ね、あのー、 れし結構大きかったかもしれないですね、で実は今です、ね、クマ出没注意報というのが出されております、はい、福島県に7月いっぱい、うんえー、出ているわけなんですけれども、福島県に聞きました、はいえー、天栄村羽鳥湖の周辺に多く実はクマはのいます、うん、6月、7月は繁殖期で、はい、メスの奪い合いで負けた雄がいじけて里に降りてくる、6月、7月は人間も山に入る機会が多くなるので、一番目撃が増えるということなんでな 今ずいぶん住宅地に近いところを車走ってて、引かれてましたので、皆さん、車、出没、気をつけていただきたいと思います、はい、さて、明日なんですけれども、マって結構、霧が出てたり、雨が降っていたりする日に結構、あ,のあっちゃうんですよ、ね、天気と関係あるんですね、関係ある、やっぱりあの見えないですから、人の姿が、はい、あの霧なんか出てると、うん、で明日も霧が出やすい、ここに大気の川、梅雨前線が控えております。はい、えこれがですね明日 まだ日本の南にいるんですよね、うん、ということで、明日もですも、ね、雨なんですが、金子さん、皆さん、これが50キロずれ入れただけで、はい、天気が大きく変わっちゃうんですよ。50キロで違うと、えー、ただ、まあ、あ明日はここで前線が停滞して、湿った空気がです、ね、流れ込んでくるということを想定して、はい、こういうふうに作りました。 本当に難しいですよ、予報が今日もだからあの、はい、雨が激しく降るっていういわきの予報でしたけど大したことなかったですよね、はい、ただ、明日はですねあの午後になると本降りの雨になるんじゃないか、うん、風が強くて横殴りの雨になるんじゃないかという予報になっております、はい、ただし、前線が南にシフトした場合はですね小降りになりますので、はい、そのあたりは朝のですね天気予報などをチェックしてですね、はいえー、行動していただきたいと思います。はい、今ののところ午後が本降りでですす、うん、そして、えー、中通りの北部です、えー、明日未明 から雨になりますただしこれもですね前線の位置によっては雨の降り出しが朝からになる可能性もありますねえ土湯だけ温泉山沿いでは午後ざザわーザー降りです、はい、中通りの南部ですただ中通りの南部の方はやっぱり前線から近いんで明日は1日雨の予報と、えー、見ております、はい、総量は10ミリから20ミリ大雨の恐れはありませんけれども、うん、しっかりとした雨になりそう、はい、気温が低いですねそうですね冷え込みそうですねそう梅雨寒雨です浜通りです 浜通りもですね、えー、こちらしと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 冷たい雨、うん、こちらああ合図ですね。合図は午後になると小雨になるんじゃないかというふうに見ております。ただあの雨が少ない分、合図盆地ではですね、はいえー、午後はかなり蒸し暑くなるのではないかという予報です。うん、さあ、えー、質問が来ております。こちらです。はい、福島県の梅雨明けはいつ頃になりますか。いよいよ梅雨本番なんですが、はい、最近の傾向なんですけれどもね、7月25日以降に梅雨明けが発表された回数、はい 増えててるんですよ21世紀に入って<ー>去年は8月つ2日ですから、はい、やっぱり梅雨明けが遅くなっているというそういう傾向があります、はい、じゃあどうなるのかこの後これが夏の高気圧です、はい、7月3日から9日な九州の方は張り出してますよね,すね沖縄まもなく梅雨明けします、はい、7月10日から16日一<ー>置あんまり変わらないでしょう,う、ね、どうですか1730日変わ,らない変わらないってことはこれね 梅雨明けが8月にずれ込む可能性もあるのではないかという,うい今年も長そうですねそうなんです梅雨が週間予報です、えー、今のところ土曜日が曇り予報ですで日曜日がですね、えー、この後午後から本降りの雨になります来週の予報もすごく難しいので最新の予報を確認してください一区はこちらリビングは洗濯物のバンコッキ福テレ防災ラボでした